はい、こんにちは。今日はすぐ編めるカゴバッグシリーズの第5弾、追いかけっこボーダーとペタンコトートというものを編みます。追いかけっこボーダーというのは、なんと説明したらいいんでしょうか。このボーダーで言うと、ブラックもナチュラルカラーも段を変えることなく一人でずーっと編んでいる、この螺旋状に編んでるんですね。糸替えをするタイミングもなく、ずーっと一本線で編んでいるボーダーになります。まあ、編み始めれば分かってもらえるかなと思うんですけど、こういう感じで編んでるんですよね。はい、まあ、ちょっと編みながら説明したいと思います。今日はコットンラフィアの2配色使いますけど、ちょっと黒見えにくいとあれなのかなと思って夏っぽい2色用意しました。これはナチュラルカラーというのとターコイズブルーですね。この2色で編んでいきたいと思います。かぎ針は1本取りなので今日は6号針使います。とじ針とハサミは後で使います。では今日もよろしくお願いします。はい、では早速編み始めます。まずはターコイズ、まあ、どちらからでもいいんですけれども、好きな色からスタート。作り目を12目作ります。マチを最小限にしたぺったんこなトートなので、あんまり底面みたいなところは意識しないで、本当にぺったんこのまんま右へ左へぐる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 円を描くように進んでいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 あ、行き過ぎちゃった。一応2回戻ります。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12目編みました。はい、そして立ち上がりは1目。そして、細編み編みますけれども、今日は裏山ではなくてこのチェーンの端っこ1本だけをすくってみます。こんな風にここですね、こう1本だけ、ボーダーの分かれ目をパッキリさせた方が綺麗かなと思うので、今日はちょっと実験的にいつもの裏山をすくうタイプではなくて、この1本だけをねすくって編み始めたいと思います。そうすると反対側もこうほらすくいやすい感じで束になってくれてますよね。わかるかな？見えるかな？はい、端っこまで1段目終わりました。これで少しターコイズはお休み。そして次に、よいしょ、ナチュラルカラーを編みます。ナチュラルカラーはここからこの一つ目の鎖編みのところですね、ここから糸を引き抜いて、そしてここに一目入れてきます。糸端を編みくるむような感じで細編み1段。さっき1つ目ターコイズを1目すくいの細編みにしたことで、やっぱりここほら針が通しやすくなっ
て、編みやすい感じありますね。よいしょ。はい、ここまで来ました。ね、面白いですよね。そしてブルーはこのままここのナチュラルの上を通って進んでいくんですね。で、このナチュラルもこのターコイズをこう縁取りしていくような感じで細編みを進めていきます。はい、糸端ちょっとここでカットします。はい、そしてこの最初の立ち上がりの目と最初のこの一目があるんですけど、ここに増し目を入れてきます。ここですね、この立ち上がりの目、ここ立ち上がりの目に二目増し目しました今。そしてこのターコイズの上をまた普通に細編みでくるんでいきます。楽しいですよね。なんか今までとはちょっと違った感覚ですね。はい、こんな感じ。そしたらまたナチュラルに追いかけられたのでターコイズはちょっと逃げます。2段目とターコイズの場合はここの立ち上がりの目、よいしょ、これですね。見えます？ここに増し目入れてきます。そしてこの糸端も編みくるみ系でいきますね。はい、2回編みました。そしてまた1段目のところに入れて、ターコイズ編んでいきます。糸端切ります。はい、こんな風にしてブルーここまで来たらナチュラルが逃げてみたいにして追いかけっこでずっとボーダーを編んでいきます。ここからもうカーブの部分は増し目をしないでずっと進んでみてください。はい、今途中まで来ましたけども、こんな感じでブルー編んでナチュラル編んでというふうにこうペタンコの編までね、あの増し目をしないでずっと12段まで、今ここで分かれているので 1,2,3 段、こっち側も 1,2,3 段、3段編みましたけど、
これがトータル12段になるまで編んでみてください。はい、12段まで編みました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12段。こっち側も12段。そして、色の糸を半分のところで留めておいてほしいんですけど、両脇の部分でですね、それぞれ、14目。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14目。こっちも14目あって半々になってます。はい、この12段が終了したところで13段目は持ち手を編んでいきたいと思います。はい、持ち手の部分を編んでいきたいと思いますけれども、今全部でぐるりが上から見た状態で28目あります。そしてここが全部で7目、そして7目、7目、7目で4回7目があって4、7、28で28目。そしてここは、細編みで進んで鎖編み、細編み、鎖編み、細編みなんですけども、ここの鎖編みも7目なので全部7で編んでいきたいと思います。これボーダーね。はい、いきますよ。今斜めの半分まで編んだというふうに思っていただいて、3目だけ細編みを入れます。1,2,3目。はい。そこから鎖を7つ。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6,7つ開けて、8つ目から細編みを7回。なんですけど、追いかけっこしてるので、反対側の子も、編み進めていきます。はい。ナチュラルカラーの方も今1,2,3,4目編んだことになってますので、あと3つ細編みを入れて合計7目の細編みにします。はい、1,2,3,4,5,6,7つ細編みに入りました。そして鎖編みも7、1,2,3,4,5,6,7、そして開ける目数も7目なので 1,2,3,4,5,6,7、開けて8つ目に針を入れてきます。1,2,3,4,5,6,7。はい、7いきましたね。そしたら、持ち手の鎖の部分に細編みを編み入れてきます。裏山ですね。1,2,3,4,5,6,7。そして8つ目が
ここですね。ここに入れていきます。はい、こんな感じ。これも反対側も入れてください。はい。今鎖編みの上に細編みを1段ずつそれぞれ入れました。もう1段細編みを編んでください。はい。13段目の鎖編みの上に14段目と15段目はそれぞれ細編みを入れました。そして16段目が最後の1段になりますけれども、ぐるっと引き抜き編みをします。このブルーの糸はここまで引き抜き編み。このナチュラルカラーはこっち側の引き抜き編み。そしてそれぞれ反対側で終わる。ちょうど引き抜き編みがそれで1段ずつぐるっと回ったことになりますので、引き抜き編みをします。今ここ3目まで来ましたね。なので4目目から引き抜きます。このまま続けて引き抜いていってください。今1目引き抜きましたよ。次も引き抜きます。はい、追いかけてきました。はい、ここで一回ちょっと止めて、こんな感じで引き抜きましたので、反対側のタコイズブルーの方も今 1,2,3 目きました。そしてここからこのまま引き抜き編みを入れます。よいしょ。今ここを引き抜き編みの最初の一目、ここですけども、ここまで来たのでここで糸を切るようになります。反対側はもう一目引き抜いて、ここが引き抜き編みの一個目になるので、その一つ手前で終わりになります。ここに最後糸を入れるので、ここで一度切りますね。はい、両方糸切ります。こんな感じでね、シュルッと抜きました。そしてとじ針に糸を通して、はい、ここですね、ここで糸は編みが終わってますけど、この一目分のこのここの部分に糸を刺して抜きます。そしてまた同じところに戻ってくる感じ、こんな感じですね。綺麗。そしてここ糸分かんないように1回ぐらい返し針をして
人を中にくぐらせていってください。こんな感じ。こんな感じですかね。はい、糸切ります。どうでしょう。これこんな感じになりました。はい、反対側も閉じ針糸通して、こっちで言うとここで編みが終わってますから、この一目先のここですね。ここ。ここに針を入れて抜いて、そしてこの青い糸が出てきたここに戻る。そして向こう側へ出すんですけど、こういう感じ。どうでしょう。ね。そして後ろへ行って、針を糸にくぐらせて、ね、キュッとしてから、こちら横の方に入れて、キュキュッ。そして糸を切ります。はい、完成。どうでしょう。追いかけっこボーダーのペタンコトートできましたね。この黒の見本と並べてみると雰囲気変わりますね。こっちのプールバッグみたいですね。はい、他の配色もありますよ。こんな感じ。これナチュラルカラーとオートミールのボーダー、こっちはモカっていう茶色の糸とオートミールのボーダーですね。こんな感じ。いいですよね。そして、これは超応用編なんですけど、これ2本取りで、本体は2本取りのボーダーなんですけど、これも、横長トート前やったと思うんですけど、それと全く同じ形で、追いかけっこボーダーで編んでます。同じように、黒とオートミールで、左右から、こういう感じで編んでますね。終わりはこんな感じ。これもなんかちょっと夏のバッグっぽくていいですよね。ボーダーにするだけでグッと雰囲気変わりますね。はい。いろんな配色できると思うので、ぜひ試してください。またまたコットンラフィアで作りましたけども、色数すごいたくさんあります。こんな感じ。もう本当に余り糸だけでバッグ作った残りにミニバッグ作れるので、面白い編み方なんでね、一回やってみるといいかもしれないです。大きいバッグ作るときも、立ち上がりで段差に困ることなく、ずっと、まあ糸替えの手間はありますけども、飽きずに追いかけてボーダー編んでいけると思うので、ぜひ試してみてください。はい。今日もコットンラフィアを使いました。すぐ編めるカゴバッグのシリーズ。今日は追いかけっこボーダーのペタンコトートを編みました。皆さんぜひ編んでみてください。ありがとうございました。